はい、ゴッドミッション3弾を連呼できなくてオリパ開幕って、今回は宇宙戦艦ヤマダさんの夏休みキラパックですね、期間限定のオリパ2パック買って2パック目の紹介です。はい、ネットで宇宙戦艦ヤマダさんから購入したんですが、この夏休みキラパックは1パック3000円で合計10枚のドラゴンボールヒーローズのキラカードが入ってます。はい、でその10枚は SRCPUR です。じゃあ開けます。たまにシークレット入ってます。ゴッドミッション3弾の UR が欲しい。今回もスリーブ1枚っぽいですね。GM10 弾の SR ベジータ、 GM7 弾の SR ベジータ王、 GM7 弾の CP 孫悟天、 GM5 弾のスーパーレア孫悟飯 GT、 GM9 弾の CP 孫悟飯未来、GM3 弾のスーパーレア孫悟空。お、あ、見たことないっすねこれ。1弾っすもんね。1弾の UR トランクス青年期、いいっすね。今回 UR あんま被ってないです。あん、昔のカードあんま強くないですよね。サポーターにして仲間にリンクを当てると発動、仲間のパワーに自分のパワーを上乗せする一覧の限り。あ、でもやっぱ持ってない UR とか出ると嬉しいですよね。はい、GM1 弾のスーパーレアセル、 GM5 弾の CP 孫悟飯幼年期、 GM3 弾のスーパーレアベジータ GT。 はい、というわけで、今回大量買いしたオリパ、全部でこんだけっすね。1万9000円分、まあ、なかなか良かったっすね。完璧にゴッドミッション3弾狙いでカードショップかりんとうさんから買いまくって、ちょっと、まあ、サイコロの結果で値段合わせで宇宙戦艦ヤマダさんのオリパ買ったんですけど、まあ、やっぱ思った通りゴッドミッション3弾のカードは入ってなかったかな。あんま入ってないだろうなと思って買ったんですけど、入ってなかったんですけど、まあまあ UR 持ってないのもゲットできたんで個人的には良かったですね。はい、というわけで宇宙戦艦ヤマダさんで購入した期間限定の夏休みキラパックの結果でした。ご視聴ありがとうございました。